たまに当たるレッドアイズデッキめっちゃ強い竜です。さあ本日なんですが、ハイランダーデッキっていうのを皆さんご存知でしょうか。あのハイランダーっていうのは何かというと、すべてのカードをピン刺し、要は1枚しか入れれないっていう縛りで作られたデッキのことなんですよ。だからあの3積みとか2積みとかのカードはないってことですね。すべてのカードを1枚ずつしか、採用できないっていうのをハイランダーデッキっていうんですが、今日はですね、ハイランダーデッキの大会を僕竜の幹部会っていうそのメンバー限定 の放送とかでよくやってるんですけれども、ハイランダーデッキがかなり面白いんですよね。ちなみにあのルール、ハイランダーデッキの構築する際のルールを、あらかじめ説明しておくと、あの現行のデュエルリンクスのリミットレギュレーションありますよね。リミットかかってるカード、アレイサーとか、まあ、コズミックサイクロンとか、あとあのメグルとか、ああいうリミットかかってるカードは入れてはならないと。リミットかかってるカード入れてはならないで、ランク戦 の人気カードってあるじゃないですか。入れるかな、今人気カード、この人気カードのトラップカード、これの、1位から、9位までこれは入れてはならないっていう、そういう縛りのルールで、作ってやってるんですよ今。でこれがかなり面白いんですよね。それ以外はちなみに自由なんですよ。スキルも自由だし、あの何入れてもいいんですけども、あのこの縛りでやっていくと、なんかよくあるハイランダーデッキのルールって、なんかそのなんだろうな、デッキからサーチの禁止とか、アドバンテージ稼ぐの禁止とか、まあいろいろあるんですけれども、それをルール踏襲するとやっぱね、パワーが低くなっちゃうんですよね。だから04環境デッキみたいな感じになっちゃうんですよ。でデュエルリンクスの面白いところってやっぱ理不尽ができるところだと俺は思っていて理不尽ムーブが、ゴリハンムーブがやっぱある程度できた方が面白いと思うんですよ、あのデュエルリンクスって。なのでハイランダーながらも、なんでお前このデッキにそれ引いてんだよみたいなね。例えば、虹色デッキでなんでわざすぐインサイド引くんだみたいなね。こういうのが、なんかおもろいと思ってて、これでね、やってるとね、結構ね、強いんじゃないかなっていうのがあって。で、今日はハイランダーレッドアイズデッキなんですけど、これね、ランク戦でね、ランク戦で10勝かかるまでやって、で、勝率何パーなのかっていうのをね、検証してきましたんでね、こちらちょっとご覧いただきたい。ちなみに勝率は、42% ありました。結構強いです。ハイランダーデッキ、ぜひですね、皆さんもね、なんかその自分なりのテーマを持って、なんか俺はこのデッキで勝つんだみたいな、このデッキで相手を倒してやるんだみたいな、ちょっと縛りプレイみたいなのをやっていただくと、なんかちょっと環境が全く変わらないランク戦とかでも、まあ面白い、デュエルができるんじゃないかなと思うので、ぜひですね、これおすすめです。はい、こういう遊びいっぱいしてるんでね、皆さんよかったらぜひね、デュエルの幹部会への参加も検討していただければと思いますので、よろしくお願いします。それでは早速デュエルやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の歌、巨大決戦、巨大決戦ブラマジですかね。一回こうして、これちょっと強いな。ベビードラゴンと腐れつきダイナマイトが揃ってる場合って、戦闘破壊をしてくれればという条件付きなんですけども、あれなんですよね、結構ギアフリードの最強ムーブが決まるんで、ね、宇宙最強ムーブが決まるんでね、ワンチャンあるんですが、さあ2枚セット、2枚セット、わかんねえな、これ何デッキだこれ、巨大決戦だろ、これブラマじゃないのか、とりあえずギャラクシー最後打つわ。さあ最強カードを1枚ぶっち抜いていく、効果あぶれ激ヤバカード入ってんじゃねえか。次元幽閉、次元幽閉、ちょっとこれね、次元幽閉とか伏せて、レッドアイズフュージョンとか聞いたときに打てなくなっちゃうんですよね、インサイドとか。一回これ殴ってほしいんですよね。あ、呪眼か。はははあ、巨大決戦呪眼ってことね。はいはい、確かにライフポイント削りますもんね、あのデッキ。さあ、セレンの呪眼を装備していく。さあ、これで対象に取れなくはなってしまったが、そんなことは関係ない。ギアフリードさんの効果は選んで破壊するからな。さあ、ゴルゴネイオをもう発動していく。いや、やべえ、杖。あれ、途絶かな、じゃあ。はい、でセレンの呪眼の効果を発動し、なんか500ポイントなんかめっちゃ上がってくる、いいぞ。さあバトルフェイズだ、よし来い、殴れ殴れ、よーし、よしよし、最強ムーブ決めるわ。ですね、とりあえずですね、まずはベビードラゴンの効果を使いまして、でギアフリードを特殊召喚して、でさらにベビードラゴンを装備します。でベビードラゴン装備されたことによって相手の魔法トラップカードを破壊していく。
まあ、バックでいいかな。これダメ捨て中なんだよね。これねトデスとか使えないですよね。うん、これでいいね。でこれで破壊していく。途絶だった。でベビードラゴンの効果でブラックメタルドラゴンを手札に加えていく。でだ、あー今効果使った、今効果使ったから、メデューサはいい。あーオッケーオッケーオッケー、除外ね。うん、それはもう何の問題もないね、何の問題もない。でだ、これはどっから行けばいいんだ、どっから行けばいいんだ。鎖付きダイナマイトの方がいいか。インサイトきた、最強すぎる。ですね、これいろいろできるんですが、これで効果発動するんだろうか。はい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 。で、なんて4400打点、高すぎ。ワロタで鎖付きダイナマイト爆破、爆破、はいからの爆破強すぎ。おい待ってくれ、見たか今の、みんな今のムーブ見たか、強すぎないか。でフュージョン持ってくんだろ。あとあいつのライフ2500だぞ、強すぎかこのデッキ。まあ、ハイランダーだけどやってることはレッドアイザーかな今のところ。普通のめちゃめちゃ強い、奇跡、最強ムーブだわ。やばすぎるだろこのムーブ、なんでこっちサレンダーしないんだ。で魔導士の力もそうですか、クリボールケアだ、クリボールケア、はいはい、強すぎる、強すぎるだろこのデッキ。レッドアイズってハイランダーでも余裕でやれるの。さあ ATM 対決来た、 ATM 対決来た、強っ。これどっちから行こう、ギアフリードから行く。いやこれギアフリードから行くの結構ありなんだよこれ、結構あのね、ギアフリードとダイナマイトって妨害できるんで、これねギアフリード系なんですよね。ぶっちゃけレッドアイズってギアフリード系なんですよね。こうですね、これでどうでしょう。さあ相手何デッキでしょうか。光ってなかったから、でもコズミックサイクロンはない、魔導陣は OK、 全然問題はない。今間に合わないねこれね、もういい、それはもういい、間に合わないから。でだ、フュージョン持ってるってことはこれ、ですね、いやでもブラックマジシャン相手には結構このねギアフリードのその魔法トラップカードをなんか装備されると、なんか外して魔法トラップカード破壊するっていうマジやべえ効果が強いと。あ、2伏せか、なるほど。これ1伏せだったらね、セット割っちゃえば勝ちなんですけど。でギアフリード効果発動していく。さあ装備カードが装備された場合、装備カードを破壊し魔法トラップカードを選んで破壊。まあ、どっちかはナビゲーターだと思うので、まあ、とりあえずこれ魔導陣やるしかないですね。これ外した場合負けるんでね、またそれはそれで負けることはねえけど。で鎖付きダイナマイトの効果でこっちで違うか、外したか、外したくせえな、ナビゲートありそうだな。まあ、とりあえずギャラクシーサイクロンを発動し相手のセットカードを破壊していく。でもこのデッキ普通に強いんだけど割と強い、今勝率多分なんか、50% ぐらいあるんで。はい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 。でブラックマジシャンで、イリュージョン出てきて、で対決してこいとするってことでしょ。いいんです、そんな全然。で、レッドアイズフュージョン打つ、レッドアイズと異次元出してでスラッシュいく、おい、オーケー。でこいつは守備でいいな。でバトルフェイザーイリュージョンを殺せ、レッドアイズスラッシュドラゴンの攻撃、スラッシュダークメガフレア完了。オーケーオーケーオーライオーケーオーライ朝日スーパードライ。あー黒の魔導陣強い。福山雅治ファンの人すいません、今のはあの福山雅治モノマネです。あの大泉洋がやる、福山雅治モノマネのモノマネです。朝日スーパードライ、おぞくんさ乳首でかいね、なんかやってんのっていう、例のね水曜どうでしょうファンしか分かんない会話を今しております。さあイリュージョンマジックを手札に加えていく。さて、あだー強いよそれは、やめてよそれは、強いよそれは、強いよ。待ってこれちょっときつ、ちょっと待って、
あと疑惑に、あ、でも、まあ、そっちが来るんだったら、これ異次元の女戦士で来るでしょ、異次元の女戦士で来るでしょ。こいつ最小に取んないですよね。1500、1500、2100、いけどこれね、4000、え、これいけるんじゃないか、ワンチャンあるぞ、全然全然ある、ワンチャンス全然ある。ドロー、インサイト、なるほど。インサイト発動、だからこれ蘇生すればいいんでしょ。エビルデーモン、ワイバーンでもいいな、ワイバーンでもいい、ワイバーンで蘇生するのはじゃねえ、ワイバーンで蘇生してスラッシュ蘇生して、ワイバーンで蘇生するのありやな。ワイバーンで蘇生しながらの、スピリッツでも蘇生するみたいな感じでしょ、これ。これでいいんじゃないか。でだ、レッドアイズスピリッツ、セットして、これギャラサイが、ギャラサイ使って相手の手札を減らしとく作戦はありだな、結構。で対象に取るんで、これまあティマイオス、間違えた、キャバルディで止めれるんだけども、一応止めようと思えば。さあこれ止めるかどうか、止めない、オッケー。でカード1枚セットで、攻撃表示に変更してバトルフェイズで、異次元の女戦士という太古のカードで、あー、お前のカードを除外していくよ、よし、いいぞ、オッケー、強い。ディスティニードロー入らず、でレッドアイズ、ワイバーンの効果によってレッドアイズスラッシュドラゴンを特殊召喚していく、オッケー、返した。キャバルリーも返せるぞ、このデッキは。なめんなよ、上老寺で使いたかったけどな、このデッキ。あまりにも今やってる動きが上老寺なんだよな。セットセット、いいだろう、いいのか、そんなクソ甘えた展開していて。さあ光るかな、砂時計は光らない。ライトニングロード、エビルデーモンを召喚、ウェクスバトルフェイズ、これでクリボーラしっかりとケアした、ぶん殴れ。レッドアイススラッシュドラゴンの効果、墓地の戦士側門最大を装備する、ぶん殴か、あっ、でも待って、戻されるブラックドラゴンいんな、あれ遊戯さんあれ、これ止めれんの、ダークビー、強い、情の内すぎる、こいつ遊戯じゃねえよ、これ情の内や。さあお相手の方、いざよいあき選手、よろしくお願いします。さあ魔法の使い手をドヤ顔でぶち込んでいく、使い手言うて魔法怖いことも結構あるんですけどね、ちなみに、ちなむと結構あるんですよ。これだって普通のレッドアイズやんけ、やってること。レッドアイズフュージョン発動。さあレッドアイズフュージョンの効果によって、レッドアイズをブラックマジシャンを墓地に送り、ドラグンオブレッドアイズを融合召喚しゃ、そして、カードを1枚セット、ガーディアンの力装備、おいで、セットエンド。さあどうするんでしょうか、伊沢選手、この最強盤面返せんのかな、これね、これは未だに強いからね。コスミックサイクロン、誰、コスミックサイクロンは誰、あー、コスミックサイクロン使えばいいか、じゃあ使えばええわ。凱旋して、凱旋門からの復活よ。これでエビルデーモンは、何言ってたんだ俺、攻撃表示いいか、攻撃表示、はい、何でしょうかこのデッキ、スポーは、はいはい、ダークバージャー、なるほど、スポーはダークバージャーどうぞ、スポーはダークバージャーどうぞ。これあれですね、エバリーパターンですね。ってことは、このターンでキル取ればいいんですよ、俺は。エバリーパターン、ご用 D、 ご用 D ね、はい、はい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 、その動きね、その動き強いんだよな。スポーは OK、 スポーは効果で、特殊召喚出てくる、 OK、 3 3 3、あ、やべえ、これミストオーマー、ミストオーマー大丈夫か、ミストオーマー大丈夫だ、ドラゴンバームにも大丈夫で、こうエクシーズね、 OK、 ゼンマイティ了解です。でゼンマイティ効果でゼンマイマジシャンかなんか出してくるんでしょう、よろしい、いいでしょう、全然いい、エヴァリーとかはもう何の問題もない、はいはいはい、 OK、 OK、 全然全然、このターンでキル取ればいいから、俺は取れんのかな、取れるか、デュアルあるからな、デュアルある、あ、でも殴ってきたらきついか、だそれはやべえ、それはやばい、ミラクルシンキロでしょ、
それはやばい。そいつはマジでやべえ。そいつはマジでやべえ。ナチュルガイアストライオとかいう激ヤバモンスター来た。誰やお前。デーモンの斧。強すぎるだろ。なんだこのデッキ。アレイスター。え、待って、このデッキ強すぎない？ないこれ。